井香織です。ヘアメイクのパクちゃんです。ヘアメイクの小田切ヒロです。お願いします。なんかほうれい線という、はい、もうなんかすごくお悩みの中では多いというふうに言われていますが、はい、私たちの思うところをざっくばらんに自由に話せたらと思います。はい、はい、でお便りが届いているので、はい、一人ずつこう読み上げていくスタイルで、はい、まず私からいきますね。はい、ペンネームゴルゴ33さんからです。はい、はい昼過ぎにはほうれい線にファンデが溜まってしまいます。もう塗らない方がいいのということですね。もう誰もが思う悩み、うん、あの人それぞれだと思うんですけれども、あこれ僕から言ってどうぞ、どうぞやっぱりほうれい線って誰しもがやっぱ抱える悩みだと思うんですけれども、はい、やっぱ隠しすぎてしまうと逆に悪目立ちしてしまうので、うん、あの程よく隠してあげるのが僕はいいかなと思います。そうですね。パクちゃんどうですか。私も一緒ですね。はい、やっぱりなんだろう、たまるほど塗ってるのかって今、そうですね、逆にそういう印象でした。あのやっぱりマイナスしていく、うん、あのマイナスしていってやっぱりこう目立たなくするっていう方法、うん、やっぱ大事かなと思います。なんか私もそう思って、皆さんにもちょっと聞きたいんですが、もう私ほうれい線ってやっぱり一番悩みのカバーにおいては最も難しいというふうに思っているんですが、はい、そうですね、なんかそもそ もう完璧に消し去ることと か、はい、なんか無理じゃないかなって思っているんですが、うん、どうですか。無理ですね、うん、絶対無理そうですよね、なくすことはやっぱりできない。そう、うん、なんかね、シミとかそういった、まあ、色の、ね、トラブルを隠せても、うん、この折りたたまれた深い線って、はい、なんか無理じゃないかなって、なんかちょっと夢がないかもしれないんですが、うんうん、ちょっと思ってるところがあって、ごまかすっていうことがね、そうそうそう、そういうことですよね、うん、だから皆さん結構こうやって塗り込みすぎて溜まってるって感じがするから、うん、はい、2人ともおっしゃってた程よくっていうところも私も共感で、はい、なんかこう考え方をちょっと変えてもいいのかなと、ほうれい線に対しての向き合い方っていうか、なんかなくすことばかり意識するんではなくて、うんうん、あの生かすこと、うん、そして消すんじゃなく、まあ、カモフラージュっていう感じで、うん、なんかほうれい線が素敵に見える、うん、あの隠し方っていう方法もあると思うので、うんうん、あの個々に今日あの3人集まって3人ともやり方が違うと思うので、そうですね、僕はあのお二人 あのやり方を聞くのがすごい楽しみです。私も楽しみ。私よくあの一般の方とかに質問されるのが、はい、そもそもその塗った方がいいのか、うん、全く塗らない、はい、もうなんか諦めて塗らない方が目立たないんじゃないかとか、はい、そのどっちか、 なんか両極に聞かれることがあるんですが、ただ線が出てるだけなのか、うん、赤みが出ながら線が出てるのか、くすみで線なのかによっても使うアイテムが変わってくるので、これまたあの人によって10人十色あの使うアイテム変わってくると思うんですけれども、うんうんうん、僕は絶対的にほうれい線の根元立ち、うん、根元立ち、ほうれい線は線が全部気になっちゃうと思うんですけれども、はい、根元の1センチが勝負だと思っていて、出だしってことですね。そうですね、そっか、最後は消えてこうふわっとなくなるというか、出だしの濃いところ、出だしの濃いところだけちゃんとカモフラージュすれば、あとは触らなくても大丈夫なんじゃないかな。へー、マクちゃんどうですか。あ、私もすっごいわかります。うんうんうん、なんか今線全部をなんかこう隠したりとかするとやっぱり悪目立ちしちゃうし、うんうん、だからポイントを絞ってなんかこうカモフラージュしてあげる、ごまかしてあげるとやっぱりそんなに気にならなくなる、やりすぎないですね。うんうん、一個じゃあアイテムなんかいろいろあると思うんですけど、はい、その根元立ちのヒロさん、はい、一押しアイテムなんかありますか。一押しアイテムはですね、一番初めのファーストステップ、うんうん、必ずやっていただきたいのが角質ケア。アユーラの、そう、あのこれは角質ディファイン成分が配合されているので、好きです。あの小鼻の横って結構角質が溜まってたりとかすることで、うん、あのちょっと赤みが出てたりとか、あのファンデーション溜まった時にパサパサ肉眼で見えたりするのって結構角質不足、うんうんうん、角質ケア不足だったりするので、まずはこちらの、角質ローションでしっかりとオフをしてからカバーというのが僕の中でのルールです。具体的にすごい好きなシューエムラの、カラーレスのパウダー、わかる、なんかいろんなやっぱほうれい線ってさっき、はい、あのおっしゃっていたように、あの種類がたくさんあるんですけど、逆にツヤツヤで目立っちゃうこととかってあるじゃないですか、はい、あるあるある、なんかこうツヤで逆にここがあの浮いて見えるとか、うんうん、なので私は結構パウダーをこの面のブラシでポイントを押さえて、うん、ここだけこうトントンと、うん、あとはあの私根元もなんですけど、はい、
あのほうれい線のなんか先だからいなんていうのスタートとゴール、なるほど、をごまかしたい人なので、なるほど、こことここを結構こうポイントで抑えることは結構マストでやってるかな。うん、私もお化粧直しとかによくその柔らかいパウダーをこのブラシを使ってっていうのを推奨してるんですが、なんかこの角があることで細かいところにフィットしやすいから、お家でもなんかお出かけ先でもみたいな感じで、ね、直しとかいいですよね。いいですよね。直しすぎないのも大事じゃないですか。そうですね。ちょっとよれたものを直したりとかで、うん、あら何かを乗せるっていうよりも意外とこういうブラシとかで日中上手に付き合うみたいなのはいいかもしれないですよね。ツールを使いこなすって、うん、テクニックがない人ほどやっぱりおすすめですよね。そうですね。ましてやこんなに深い、ねね、こう線になっているところ指先だけではどうにもなかなかできないと思うけど、僕は、パクちゃんさんと同じでやっぱりですねちょっとブランド違うんですけれどもマットのパウダー、そう大好き私は。いいですよね。そうなんだ。そうやっぱり光物をあの仕込むのはいいんですけれども仕上げで光物でカモフラージュしてしまうと、分かる分かる、やっぱり悪目立ちして影が逆に出てしまうので、ハイライトで飛ばすみたいなことはなしってことですよね。うん、そうですね。でもその代わり、うん、でも光物を一切使わないのではなく、うん、根元にこちら の、うん、あのコスメデコルテのブライトニングベース、うん、あー私もね同じくマキアージュの新しいちょっとブライトニング系の下地だったらありかなって感じがした。私最近ちょっと気になるのがこのラトゥイクラのちょっとパールあの、はい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 、ちょっとパープルが入ってるもので、うん、飛ばすのも好きです。みんなやっぱ下地の段階はちょっと明るくするっていうところ共通でしたね。共通でもやっぱり絶対に仕込みって大切ですよね。そうですね。私ね一個ちょっと面白いのがあってこれねスポンジなんですけど、うんうん、これ面白いでしょ。見たことないですよ。なんかね、H&M なの、そうでこんなちっちゃいのがいいセットでこの状態で入ってるんですね。で濡らすとちょっと膨らむしそのままドライでも使えるんだけど、すっごいこのカドッチョが、うん、小回りに効きそう。そうここ優秀ちょっとファンデーションをつけるときにやっぱり大きいスポンジだと入らないので、先っちょでねちょっと綺麗に保湿しながら入れ込んだりするのに、うん、使いやすそうですね。そう面白くないですか。可愛い。私あの形は似てるんですけど、私スポンジはこれやっぱりね。やっぱりあの私はあれですね、やっぱ厚みがあるものが好きなんです。なんかあんまりこう圧とかこう擦ったり摩擦があんまり良くないなと思うし、うんうん、ちょっと押すようになってことですか。そうやっぱりこうクッションとして使えるこういうやっぱり弾力のあるものが好き。うん、僕はもう大定番のこの卵型、これはもう面も折れば角も そしてこの先の部分と調整ができるのでやっぱり僕はもう大定番のこれをやっぱりそうですよね。今回は使いたいと思う。これは話が尽きないので本当次のお悩みに、はい、お悩み、あ次の悩み、ね、私がいきましょうか、はい、ですか。ペンネーム恋する七面鳥さん、はい、毛穴用の下地はほうれい線カバーにも使えますか。うん、どうですか。ねえ、私はどう、もう僕は今単純に言ったら僕と伺っちゃっていやこれも賛否ですよね。うん、そうそう賛否賛否やの物によるって感じやっぱりその毛穴状況だったりとか根元状況によるので、で僕はやっぱり皮脂が出てきやすい部分なので、うん、適量は使った方がいいと思ってます。小鼻の脇ってやっぱ毛穴が目立ったりとか、はいはい、その皮脂が出やすい部分になりますので、うん、あのその部分をちゃんとあの一回整えていただいてから、アイテムを乗せていった方がやっぱりちょっとフラットになることによって根元がちょっとカモフラージュされる。そうですよね、うん、私もね根元はやっぱり皮脂が出るところと重なってるからありかなと思ってて、うん、乾燥のほうれい線の方の場合はもしかするとあんまりグイグイいくと、うん、結構マットになるやつもあるじゃないですか、ね、そこだけちょっとね、そうそう浮いちゃって、だからフラットにはしたいんだけれどもやっぱり乾燥を招くほどグイグイそのマットなもの入れちゃうのってちょっとこっちの下の方は心配だから、うん、 そのフラットにしつつもスキンケア性能高いような、うん、その毛穴ベースってすっごいいろいろあるじゃないですか。そうですね、値段もさまざまにあるので、うん、ちょっとこう潤い作用を兼ねているようなものだったらありかなって気がしますね。まあ、使いすぎないってことですよね。そうそう、なんか1個のアイテムをたっぷり、ね、使おうとするからやっぱ自然になってしまうので、なんかそれで消しちゃえみたいに思っちゃうとちょっと違いますよね。確かに。あの3のあれ使いました、はい、あ使いました。ああいう風になんか特化してるものだったらやっぱりすごい考えられる、ね、確かに。そうそう、のあの上からとかでも、はい、やっぱりそういう使いやすい、使いやすいというかもういろいろ考えられて、うん、あの作られたアイテムだったらいいのかなって、うん、確かに そこの用じゃないですか、うん、確かに。あとテクニック必要ないですもんね。そうそうそうね、そういうのはいい
かなって思うんですけど、うん、やっぱりあとはやっぱりその毛穴に特化するものは、うん、使い方によってはやっぱりちょっとね、うん、そう大人女子は結構もうガビガビみたいな確かに結構乾燥してるの結構目立つもんね、もう危険、もう一気に老けちゃうから、そうそう、うん、そうですよね、うん、だから、まあ、ちょっと使い方を考えてもらう、潤わせつつっていう感じにしないと ね、うん、ね、乾燥の場合はね、うん、じゃあ次のお悩み、うん、はい、次のお悩みは赤毛のミポリンさん、はい、ほうれい線はいつも明るいコンシーラーでカバーしていますが、逆に目立っていると言われます。どうしてでしょうか、うん、なんかコンシーラーって肌色より明るいものを選ぶみたいな、うん、っていうルールがありました、あった、なんかここにすごい白いのピュ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 って引いて、なんかあったから多分忠実にこう守ってると思うんですけど、今やっぱりそれって古いですよね。私もそう思う、ね、そう、やっぱりほうれい線の隠し方も、うん、やっぱりルールが年々年々アップデートされてるので、ね、きっとこの方は昔のビューティー誌か、ね、まあ、教科書を見て、うん、そのまま忠実にされてると思うので、白いのピーみたいなね、そう、なんかほうれい線の上のそのまま乗せましょうみたいな、そうだった昔そうでしたよね、うん、やっぱりそう色明るめより、うん、逆にやっぱり私はなんか肌色に合わせるかちょっとダークなる、全くそう、ね、うん、いいですよね、なんか隣の肌と自然に馴染んでるっていうことの方がやっぱ重要かなと思うんですよ、ね、でも気持ちはわかる、やっぱり影色だったりとか、そういうの使いたくないし ね、でも使い方だと思うので、うん、この方も、ほうれい線の上に多分全部乗っけちゃってると思うので、うんうん、それこそ明るいの根元だけにしてみたりとか、うんうん、その同じアイテムを使っててもやり方のアップデートすれば、うんうんうん、いつもよりもほうれい線がちょっとカモフラージュになるんじゃないかな、カモフラージュ、そう、隠すっていう意識は気持ちわかるけれども、うん、そうじゃなくごまかすとかカモフラージュっていう意識ですよね、うん、でも皆さんもそう思ってるっていうのを聞けてなんかよかった、うん、ちょっと質問というか、ね、相談したいんですけど、うん、よくなんか私ほうれい線すごく目立つじゃないですか、はい、みたいな感じで、うん、明らかに私から見てそう思わない人たちがすごくその自分の意識としてほうれい線は私の悩みって思ってる人がすごく多いような気がするんですが、うん、皆さんそういう人にどういうふうにアドバイスというか返事されてますか？まあなんかほうれい線アピール女子ですよね結局そのほうれい線を受け入れてないで、ほうれい線ってその人だけにあるものじゃなくて誰しもやっぱりあるもので、そのやっぱりほうれい線すらも愛してあげなきゃいけないということは、やっぱり自分の中でのその顔のパーツをやっぱり否定的でいるから多分そういうこと言ってしまうと思うので、僕はそこマインド問題だと思っていて、マインド問題だ、そう、そのほうれい線が素敵に見えるようにメイクをしてみて意識、そうすると自然とアイテムもいっぱい乗せたりとかしない で、 そうですよね、ちょっとずつのカモフラージュっていうそのメイク法もちゃんと学べると思うので、う、ね、うん、やっぱりそのそこだけに特化して見ちゃってるっていうか、そうですね、うん、ことですよね。なんか結構やっぱり私も気になるのが全体を見てあげてない人って多くて、気になるとやっぱポイントだけすごい小さい鏡で見ちゃってたりとかするから、うこう大きい鏡でもう全身鏡ですよね、本当ですよね、本当に下まで出るんだよね、気になるのかっていうのは一回見てほしいなとは、確かにメイクの好きな子に限ってすごくそういう風なことをそのアピール、ほうれい線アピール女子が多いなと思って、本来であれば本当に年齢が上がって、本当に肌悩みが深くなってきた時に初めてすごく症状としては感じるようなことだと思うのに、すごい若い世代でそうアピールしてるって本当にこの先どうなっちゃうんだろうなみたいな、本当本当やっぱりバランスをとってメイク全体として素敵にしていくっていう、そうですね、まあ、全てはバランスなのと、それは生きてきた年輪だと思いますので、いやもう、そう泣けるそう、やっぱりほうれい線って笑うと出たりする部分だし、うん、無表情だとやっぱりそれは目立ってしまうかもしれないけれども、やっぱりその人の魅力の一部だと思うので、 まずは受け入れることだと思います。先ほどパクちゃんさんが言ってた、うん、やっぱり近くの鏡だけで見るといつまでも追いかけちゃうから、う、ね、絶対に全身鏡のやっぱ引き鏡で見て、うん、あ、これぐらいの塩梅でいいんだっていうのをやっぱ確かめた方が絶対いいと思います、ね、そうですね、毛穴もそうだけど、うん、みんなやっぱ近い、ね、わかるんですよ、見たくなっちゃうの、うん、でも実際人ってこんな近くで見ない、見ない、見ないし、でも、うん、結構若い子多くないですか、やっぱこうすっごいこうやって、うん、そうね、うん、けどこの距離ってなかなかねえ、ね、無意識で多分ね話してもまたこうなってきちゃって、やっぱりこの距離で確かに大事なので、そうなってくるといろんななんかこう眉毛とかの、うん、なんだろう、
他のパーツでのバランスの取り方が大事になってくるから、ね、もうそこやめてその違うことやった方がずっと素敵になったりするのに、ね、確かに確かに、そこだけに時間を、私たち多分ヘアメイクがこうメイクする時の距離感と、うん、みんながこうやってる距離感ってそこが違うなってすごい、うん、私たちこんな距離でやりませんしね、そうなんですよ、だからなんかこう引いてみるメイクとやっぱり自分がやる時も引いてみるメイクってすごい大事だ、うん、それがねやっぱりほうれい線もこうカモフラージュするのに他のパーツ大事なんで、なんでしょうね、うん、なんかこう他がいっぱいやることとかもっと勉強するところがあるのにやっぱりその1個に対してすごいなんか悩んじゃってて、やっぱ広く見れない自分の顔っていう人たちは本当になんかね、メイクが好きな方に私は多い気がして、こうなっちゃうんですよね、そう、逆にすごい伸びしろがあるのに頑張りすぎちゃってるのもありますよね、そうそう、あまりメイクが得意でない人の方があまり気にしてなかったりとかする、ちょっと大雑把な気持ちの方が、ね、好きで見れてたりするので、すごくそれってもったいないなというふうに思います。あと一つ、そのやっぱり手持ち鏡でしかメイクができない環境もあると思うの で、うん、で手持ち鏡にした時の角度、ね、うん、ほうれい線って下向けば向くほどちょっとずつ濃くなっていって、上向けば向くほどちょっとずつほうれい線が薄くなっていくので、はい、やっぱり90度から垂直から絶対上ですよ ね、下向いてやったらやっぱりほうれい線濃く見えちゃうから、うん、やっぱりハイカバーになっちゃう、ね、でもこれ多いですよね、電車の中とかでもね、やっぱりでもスマホもやっぱりこうやって見るのが癖だから下でね、あの置き鏡もちょっと傾斜がついているものとかでやってる方もやっぱこういう風になってますよね、本当にやっぱり90度、うん、90度からできたらやっぱちょっと上ね、で僕はメイクするときに手持ち鏡の場合は絶対斜め45度でメイクを、光に向かってメイクをするのが一番綺麗なんじゃないかなって、確かに上向いた方が綺麗になりますよね、なるなる、なかなかそういう環境とかを整えてやるっていうところに意識が、光だったりとか、それこそなんか部屋の温度とか、なんかみんな汗だくでメイクしてるんですけどみたいになっちゃったりとか、意外とそういう環境を整えるだけでもお悩みがね、楽に解決したりしますよね、でもなんかひろさん の、 あのメイク前 の、 あのアユラのやつとか、その隠すことだけじゃなくてやっぱそのゼロ、スタートのゼロの整えていくって、やっぱり大事だなと思って、で僕の場合はプラスなんですけれども、ごめんなさい話伸びちゃって、気になる、あのやっぱり根元って色があるので、それが赤みなのかくすみなのか、でいろいろ、まあ、ニキビがあるかもしれないですし、その場合はやっぱり色補正をやっぱした方がいいと思っていて、でもコントロールカラーを乗せてしまうと一つアイテムが増えてしまうの で、カバー物の中に色物をちょっとプラスするっていうことで、このエトボスのコンシーラー、で色がない人は肌色だけでカバーしていいと思うんですけれども、くすみや赤みがある人は肌色の中にプラスオレンジをそうプラスしてあげると薄付きでちゃんとカモフラージュができるんじゃないかな、それは、何を使いますか、筆を使って、あこれはねもう付属のブラシで全然 OK です、そうか小さいし、そう指だとやっぱり広範囲にカバーできちゃうの で、 しちゃうので、やっぱブラシで本当にもう的確にその部分だけ乗せてあげるっていうのがポイント、でそこにスポンジでちゃんとフィックスしてあげるっていう一手間、その積み重ねがすごい大切かなって、一手間って本当大事ですよね、なんかこうその一手間ですごく変わるのに、なんかすごいアイテムのこととかすごいこう聞いてくれるのに、これは何って言ってたから買いましたみたいな、そうそう、でもその後の一手間がなんかこう大事だったりするところ、結構そこやらない人とかも多い、なんかもう買ってね安心しちゃってるというかね、もちろんアイテムに頼るのも大事、わかりますね、アイテムだけじゃない、この最後の、そうですね、使いこなすそのブラシであったりとか、やっぱりみんなスポンジでちゃんと当てていくとか、意外とやっぱそこまでって皆さん考えられてないかもしれない、ね、やっぱり指でやってはどんなにいいものも届かないし、確かに、ね、まあ、そこが素人の人とプロの違いなのかなと思いますよね、同じものを使ってても同じようにできないのはやっぱ一手間二手間、ほうれい線って原因っていろいろあると思うんですよね、骨格の問題もそうですし、あの皮膚の問題とか筋肉のコリってあると思うので、やっぱりその根本を払拭するためにやっぱりコリのマッサージですよね、ほうれい線の上ってコリが溜まりやすい部分なので、この三角ゾーンのコリを取ってあげると、ちょっとでもあのほうれい線少しあのカモフラージュというか薄くなりますので、多分僕だけじゃなくてあの2人もマッサージ、あの仕事の時そうです、されると思うんですけれども、僕のやり方はこの人差し指を
こういうふうにしていただいて、はい、でこのままグッとプッシュする感じ、うんうんうん、あの花の脇ですね、うんうん、この根元だけをプッシュしてグーってやるだけで根元がちょっとだけあのほうれい線薄くなると思うので、ほうれい線の根元ということですね。そうですそうです、ちょっとおぶすな顔になっちゃうんですけれども、全然可愛いです。でもなんかすでに加減してるこれってちょっと痛いものですか？あの凝ってる人はすごく痛いと言いますね。気持ちいいんだよな。気持ちいいですよね。そう、この部分だけどうにかあのちゃんとコリをほぐしてあげると、うんうんうん、カバーする前にちゃんとコリを少しだけ和らいであげると、ね、カバー物も薄くて済むと思うので、うんうん、そのケアも大切かなって。やっぱりその筋肉というかコリとかをほぐしていくことで、うんまあ、メイクと相乗効果ですね。そうですね。私なんかね歯茎のねこの中から、うん、なんていうの歯茎、うん、内側だ。そうそう、内側やっぱそこかなってちょっとやっぱり思っていたりもして、うん、よくこうまあほらこういうふうにやったりとかもするんだけど、うん、自力でちょっとこう歯茎を指でそうそうお風呂の中でマッサージとかしてみたりとかすっごく痛いので。そうです、これは痛いですよね。そんなとこ触ることもないけど、でも上からやるだけでもやっぱりちょっと押すと痛いから、うんね、なんか歯茎の影響もあるかなって、うん、インナーチークとか言ったりしますよね。なるほど、そう内側のチーク。なるほどね。この辺もまあチークゾーンプラスほうれい線に影響するかなと思って。 でもなんか指でやるのはねちょっとさすがにあのすごいよだれもだらだら出ちゃうからしんどくって、歯ブラシのこの裏側が最近なんかいろいろプツプツになってるのがありますよね。ちょっとこうボコボコとしてるものとかがあったりして、なんかその裏側を使ってちょっとプッシュしてみたら、なるほど、そうするといいかなって思ったりしてるんですけど、内側からもやっぱあると違うんですね。僕はね歯ブラシのたびにあの電動歯ブラシなんですけど、うんうん、電動歯ブラシをグッと上に持ってって、うんうん、上からプッシュしてアイロンやっぱ当てる。でも同じような効果得られますよね。得られますね。気持ちいいです、ね、いいですよね、うん、電動でブルブルブルって感じでこうやって結構毎朝やってるので、本当にそう、それだけでもやっぱり口周りがちょっとコリがほぐれるだけで、お話ししてる時の口元も上品になったりとか、うん、って人言えないんですけれども、いや気をつけろね、人のこと言えないから。でも内側のからのアイロンと、うん、はい、そうです ね、うん、外側もアイロンじゃないけど、うん、私あとここも好きです。やっぱ上がる側頭筋もちろん直接もだけど、うん、やっぱり間接的なね、うん、ここをやっぱり凝ってると、うんうん、やっぱ全体的にこう下がるから、ね、ここを上げてあげるのもほうれい線にもきっとそうですよ ね、 やっぱ影響あるなと思って。テープで引っ張ってるじゃないけど、ちょっとここまでこうね、うん、グッとここね結構凝ってる人多くないですか。多い、っ頭って結構凝ってるから、うん、メイクの時とかは結構ここのマッサージしてあげるとそうそう、ね、私も頭皮ありますもんね、この辺りとか、ね、やっぱなんかこう部分もちろん部分も大切で、なんか他のところからも引き上げて、うん、なんかいろんなこうアクションっていうか、そうですね、感じてあげるといいかなって。いろんなこともできるってことですね、ほうれい線に対してね。そうね、本当これこそ本当ね、これもお金かからない、うん、そう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 、本当ひと手間ですよね、ね、それ本当。では一通りたくさんお話が出ましたので、それぞれほうれい線ということに対して、はい、まあ、まとめをおっしゃっていただけますか。はい、あ、僕から僕から何で今冷めちゃった。ほうれい線は生きてきた年輪、根元立ちすべし。ほうれい線は生きてきた年輪、根元立ちすべし。ほうれい線は、やっぱりゼロなくすことはできないので、他のパーツのバランスでやっぱりカモフラージュしてあげることが大事かなと思います。ほうれい線はなくすことはできないので、他のパーツのバランスでカモフラージュ。ほうれい線を完全に消すことはできません。現状と向き合ってメイク全体が素敵、雰囲気全体が素敵な人になることを、心がけるべきだと思います。ほうれい線を完全に消すことはできません。メイク全体が素敵、雰囲気全体が素敵な人になることを、心がけるべきだと思います。はい、はい、ということで、はい、なんとかまとまりましたでしょうか。素敵なまとめでした。楽しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。違うネタでもやりたいですね。本当本当です。楽しい。ありがとうございました。ありがとうございました。